よーい、はい、自分の金玉と話し合えよ。志村のギャー多くの人に見てもらえる作品になったらいいなって。最初から最後まで見てほしいです本当秋山役がすごく楽しくて過酷だったと思うんですけど、本当にいい作品だったなと思います。本当に楽しくかったですよ。もう同世代の方が多かったので、ハイブリッドな芝居ができたんじゃないのかなとは思ってます。初めての映画で何年経っても話せるネタになりました。ありがとうございました。バイト先がラブホテルなんでホテルに立ったことあるんですけど、童貞魔法使いのレジェンド、禁欲の果てっていう何かしらの影響を与えた。世界中の童貞たちが全宇宙を巻き込んで大暴れ魔法少年ワイルドバージン。